今日の晩ご飯はエメバルとサンマです。サンマは、刺身で、メバルは塩焼きにします。メバル、おと、サンマ、サンマは1匹150円です。メバルは400円ぐらいです。メバルはエラを外して内臓を出します。気はしません。で、この辺のお腹をちょっと手でプチッと切って、よいしょ、で、取ります。あとは中を洗います。サンマはここから3枚におろしてお刺身にします。もう頭を落とします。お腹を出します。イワシみたいに柔らかい。綺麗になりました。よ、水分を取って、今日の夜に焼くので、じゃあこのヒレを、映ってない。まあ、ヒレを焼くときに邪魔になるので切ります。よいしょ。よいしょ。これで。すごい、なんか汚れた。はい、じゃあ刺身にしていきます。できるかな。多分3枚やから一緒やと思うけど、一応切って、あ、そっか、こうすればいいのか。で、背中から包丁を入れていきます。よ、うわ、上の層切りすぎた。
ちょっとボソボソになった。多分この辺全部落としていいの。ここからこうや。こう。こうや。こうや。よし。じゃあ皮引きまーす。多分一緒だと思うねんけど。めくれんちゃうこれ。めくれます。こうやってここからイワシのようにせーい。ああなんかあなんかあかんぞあかんぞ。よいしょ。よいしょ。うん。失敗。塩で洗いまーす。よちょ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 。これ骨とかどうすんのやろな。これ色が変わったな。よいしょ、まあいいか。ほら、これこっちこんな色。よっ、うん、なんか黄色くなったような気がするぞ。これはうまそう。やった。猫の良さみたいな。できました。はい、サンマの刺身です。猫の餌ではないです。食べてみよう。